で競争、科学で真剣勝負。全国の子どもたちが科学をテーマに熱いバトルを繰り広げます。それがサイエンスバトルです。今回のテーマは蒸気。手作りのポンポン船を使ってボートレースをします。一体どんなバトルが待っているのかな。バトルの舞台となるのは東京武蔵野市立第一中学校。今回の仕掛け人はこの人、辻元明彦さん。この中学校の他に小学校でも授業を行って子どもたちに科学の楽しさを伝えています。ポンポン船というのはこういうおもちゃなんですけども、そこにですね、科学的な奥深い要素がたくさん含まれてるんですね。それをですね、子どもたちが手作りをして、でそこで、原理をですね、学んでほしいというそういう意味があります。で特に、ポンポン船の場合には熱のエネルギーを今度運動とするエネルギーに変換するというところで、非常にですね、大切なこと、エネルギーを大切にしようという一つのですね、大きなですね、学習になって、それを狙いにしてポンポン船の、実験をやってみました。今回バトルに参加するのは中学2年生、科学の大好きな8人です。今日はね、どういう実験をするかというとですね、ここにですね、ちょっと昔懐かしいね、これ昭和の初期時代にあるマークなんだけど、ポンポン船っていうのがあるのね。でこれね、昔夜店で売ってたんですよ。こう2本のパイプが入ってて、ここのところにろうそくの火をねつけると、ここからねポン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 ってこうやって動くのよ。でこれね、コツがあってね、ここのパイプのところに水が入ってないとダメなの。これはまあヒントね、動くときのね。これを入れてみます。本当にろうそくの火で船が動くんでしょうか。実際に走らせてみることにしました。すると、おお、両方出てる、片っぽ出てる、ね、ポンポンという音とともに船が動き出しました。ヘラが、ヘラがこうなってるからってことがする。左から両方、みんな興味津々。片っぽ出てる、ね。ポンポン船はろうそくの熱エネルギーを運動エネルギーに変えて動くおもちゃなんです。そこらもちょっと実験やりながら調べて。どうやって熱を運動に変えているのでしょうか。これなんで動くと思う。水蒸気、水蒸気、いいよね。今さ、缶の中に水を入れたでしょ。で水を入れて、ろうそくの熱で水が温まって気体になって、要するに水蒸気が出てきて推進力になったよね。うん、車、あ、いいね。車と同じだっていう、いいよね。実はこれ熱機関といって、熱を加えることによって動かす。でちょっと難しい言葉を使うと、熱のエネルギーを運動するエネルギーに変えていくと。熱エネルギーを運動エネルギーに変える仕組みが熱機関です。ポンポン船はろうそくの火で管の中の水を熱し、吹き出す蒸気の勢いで動力を得ているのです。この蒸気の力は意外なところでも活用されています。じゃあ他に、例えば熱以外に、熱を何か物を動かすために、例えば蒸気機関車以外に何かあるかな、我々の身の回りのところで、我々にすごく日常的に役に立っているもの。で電気役に立っている。じゃあ何燃やして、火力発電で、火力発電は結局石炭とか石油とか天然ガスを燃やして、さっき言ったように水蒸気にしてタービンを回して回すことによって、はい、中学生習いましたね、電磁誘導で電気を作るわけですよ。そう、火力発電所や原子力発電所でも熱機関が使われています。火力発電所では
石炭や天然ガスを燃やして、また原子力発電所では核分裂で発生した熱で水を蒸気に変えます。その蒸気をタービンという羽に吹きつけて運動エネルギーに変えるのです。実際の発電所ではこのような巨大なタービンを蒸気の力で回して電気エネルギーに変えています。で、これからやる君たちの実験もこれと基本的には原理は全く同じです。熱によって結局水蒸気を作って、でそれで動かすと。ただそれを連続的にどうしてこう動いていくのかっていうことを、これからですね、実際にものを作って原理を確かめてみたいと思います。バトルのルールです。ポンポン戦の形は自由。6メートルのコースを先にゴールした方が勝ち。ポンポン戦の材料です。熱のエネルギー源はろうそく、そしてエンジン部分は銅管またはアルミ缶を使います。大きさも3通りあります。はい、それじゃあ始めてみましょう。さあ工作開始。赤チームは女の子4人。エンジン部分には銅管を使います。硬い銅管を曲げるのは大変、でも2人の力を合わせれば曲がりました。曲げた銅管を発泡スチロールに固定して、まず1号機が完成。熱を逃がさないようにエンジン部分をアルミ板で囲いました。ところがなかなか動いてくれません。そこでろうそくの数を増やしてみました。今度はどうかな。いい感じ、ほら、いい感じ、ほら、いい感じ、ほら。さっきのよりいいよね。いい、全然全然。走った。火力を強くする作戦は大成功。仕方なくない。あ、すごい。あ、待てよ。ちゃんとほら、押してるから心配。一方、青チームの男の子4人は発泡スチロールを薄くして船を軽くしました。なんとこの船にはろうそくが3本。彼らも火力を強くした方がいいと考えたようです。これは早い。ただこれをまっすぐするためには、これを見た赤チームはあれだけ動かれると困るな。赤チームも船を軽量化することにしました。さらにエンジンにもう一工夫。銅管をぐるぐる巻いています。こんな形のエンジンができました。先ほどまでのと形が随分変わったようですが、どうしてこんな形にしたんでしょうか。何回か巻いたら一箇所で同じところに当たるんじゃないかっていうので巻いてみてやりました。銅管を巻いて火が当たる部分を増やした赤チーム、うまく動いてくれるかな。動いてる。早い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 。大成功。なんと青チームの船をグイグイ押しています。だって3個だ。そうだよね。船だよ。これで青チームに対抗する船ができました。勝つのはどちらでしょう。
赤チームはさらに巻き数を増やした船でバトルに臨みます。女子は男子と違う工夫があるので大丈夫だと思います。一方青チームはろうそくを端っこの方に置くことによって出てくる力が強くなることを発見したので、端っこに置くことと、あとこの形を船みたいにしたことと、これで熱を外に逃げないようにしたことと、これで、進む方向を調整したことです。勝てます。まあ勝てるでしょう。勝てると思うよ。100%。100%なんだ。勝てるね。勝てます。バトルの舞台は屋上にあるプール。直線でおよそ6メートル。先にゴールしたチームが勝ち。いよいよバトル開始です。あーやばい。どうなんだろう。一体どちらが勝つんでしょうか。両方当たってなくない？まだ。それでは用意。一斉にスタート。まず飛び出したのは青チーム。まっすぐゴールに向かって突き進みます。一方の赤チーム、スタートでつまずいてしまいました。エンジンが温まっていないのかな。青チームは順調に進んでいます。赤チームとの差を広げる。焦る赤チーム。ようやく船が動き出しました。ここから挽回できるか。ひたすら追い上げる赤チーム。赤チーム頑張れ。しかし最後まで安定した走りを見せた青チームがゴール。赤チーム残念でした。あれ消さないと船が焼けちゃうよ。一番右側の。はい、それじゃあポンポン戦サイエンスバトルの結果、男子のですね、これ何号です。スルメ丸の勝ちです。おめでとうございます。じゃあはい、制作者、勝因を何か言ってください。どうして勝ったのか、どこが良かったのか。いろいろと、形とか工夫してそういうのがうまくいったんだと思います。女子の方はですね、一つのろうそくでですね、そこで効率よくですね、熱を与えるためにどうしたらいいかってことを工夫しました。でこういう工夫がですね、とってもですね、科学では大切なことなんですね。まあ、競争勝ち負けありましたけども、こういうことをですね、ぜひ今後のですね、学習につなげてください。今日はですね、熱エネルギーを運動するエネルギーに変えるという熱機関について、私たちは学習しました。蒸気を使って走る手作りのポンポン船。白熱したバトルが繰り広げられました。次回はどんなバトルが待っているのでしょうか。